ワールドダイスターラジオ、ワラジ、よくしゃ。皆さん、こんばんは。ワールドダイスター、大鳥ここな役の岩見真中です。皆さんこんばんは。同じくワールドダイスター静香役の長谷川郁美です。はい、この番組はいよいよ今年2023年から始動する演劇ガールズプロジェクト、ワールドダイスターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは春放送予定、ゲームアプリは夏配信予定です。いやもうなんかいつまで続きますかね、この冒頭のいやそうこれね今回どうしますみたいなな。ねね、でも今回は実はありまして、1月半ばって1年で一番寒いらしいんですよ。そうらしいです、うん、っていうところからめっちゃ寒がろう、そう寒がろうってなって流れになってこうなりました。めっちゃ寒がりましたけど、そっか1月半ばなんだね一番寒い。いや寒いの大丈夫ですか。うーん、どっちですか。暑い寒い2択だったら、え、どっちがマシか。はい、うわ、でも季節として私、はい、夏の方がまだ好き。あー、そうなんですか。そう、何故ですか。冬はなんかすごい、うん、身も心もなんか縮こまってるというか、心もそう、うえってなってからなんか夏はちょっと、に比べると別に何してるわけでもなくてもなんか、うん、夏だみたいな、このちょっと開放感みたいな、開放的に。そう、私逆ですね。冬の方がいい。はい、もう冬はもう着込んでしまえば頑張れるけど、夏ってもうこれ以上脱げないラインがあるじゃない。そう、ね、いやでもそうなの。前はね夏の方が全然好きとか言ってたけど、はいはい、最近ちょっと好きとも言えないレベルの暑さに、ちょっともう問題、大問題ぐらいの暑さになってきたから、ちょっとね、本当に今体育どうしてんだろうとか、学校とかで、ね、もう私たちが子供の頃とはまた違うんだろうな。違うよね、本当当時も暑いと思ってたけど、うん、もう全然違うでしょう ね。クーラーとかもずっとつけてな、うん、ないんですかね。ない気がする。私は結構クーラープラス扇風機が設置してる学校だったので、回ってたり夏場は回ってて、うんうんうん、冬は割とクーラーも入ったら一番最初に教室に着く人がつけてくれてて、うん、へえ、はい、でも回ってるみたいな感じ。生徒がやるんだ。はい、生徒が温度調節とかもね、そうなんだ。うちってどうだったの。なんか全部一緒くたかと思ってた、うん、あ、でもそういう学校もあるでしょうね、うん、教室ごと。でも絶対いじれた方がいいよね。確かに、なんか寒い人とかも ねいるでしょうからね。そうだよね。いやもう一番寒いんですって。寒いな。いやもうあったかい格好でみんなね、風邪ひかないように。手袋とかするタイプ。私手袋しないんです。あ、でも私もしない。あ、本当ですか。うん、今持ってない。なんかスマホ操作するじゃないですか。そうそうそう。でもここだけ空いてるのもあるけれど、うん、ここが寒いじゃないですか。そうそうなの。あれ本当ね、超冷えるよね指先。なんでだろうぐらい。あれ良くないね。なんでここめっちゃ冷えるんでしょう。末端冷え性ですか。そうそうそう。あ、うん、結構私冷たくなる。一緒です。もうあれ辛いですよね。辛い辛い。もうずっと握ってないと、もう回路とかでね、うん、そうなんだよね。ポケットとか入れるのも危ないからね、嫌だけど ね。転んだ時にね、そうそうそう、受け身取れなくなっちゃいますもんね。いや皆さん気をつけてください。というころとろところで、とろろでそれでは始めていきましょう、はい、最後までよろしくお願いいたします。ワールドダイスターラジオ、わらじ開演です。この番組はゲームアプリワールドダイスターの提供でお送りします。ワールドダイスターラジオ、わらじ。改めまして岩見真中です。長谷川郁美です。はい、じゃあですね、早速もうリスナーさんから届いたメールをご紹介していきたいと思います、うん、ラジオネームヘマタイトさんからいただきました。ありがとうございま す。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。なんとなく番組を拝聴しておりましたが、うん、わらじと聞いてメールさせていただきました。そこから。嘘、わらじからそんな入り口があったとは。実は私、子供の頃にわらじ作りをしたことがあるのです。うん、福岡の田舎で育った私の小学校では、地方の方との交流として
田植え体験から稲刈り、そして刈った稲を使ったわらじ作り、冬の間は上履き、上靴の代わりにわらじを履いて過ごしておりました。地元の農家のおじいさんおばあさんから教わってもらったわらじ作り、懐かしいです。今では地元も開発が進んで田んぼがなくなっているのでもうやっていないと思いますが、小学校の6年間毎年冬になると編んでいたので作り方は頭の中にあります。一足揃えるのに2時間ほどかかったような気がしますので、お二人も機会があればぜひ体験してみてくださいね、といただきました。ありがとうございます。すごい、稲からできてたんですね、わらじってね。そっか、それめちゃくちゃいい。うわ、編む、いやでも職人技だよね、こういうのって。本当そうですね。どうやって編むんだろう、三つ編みとかいう話じゃないですよね。どうスタートしていくんだろうねからどうこういう形になっていくんだろう。こうなって、じゃあ特技じゃないですか。大スターじゃんわらじ大スターですよ。わらじ大スターじゃん、すごい。すごい。いやでもこういう経験ってなんかいいよね。いいですよね。なかなかできないから、みんなができることじゃないから。そうですよ。いいな。しかもなんかね、今でもできるなんてね、もう染み付いてるってことじゃん。作ってほしいです。教えてほしい作り方。作り方、すごい。まさかのわらじからリスナーさんが、本当わらじきっかけ、わらじきっかけで、すごい、ありがとうございます。まさかのところから始まるもんだね。本当です ね, ね、いろんな人が聞いてくれてる。今後番組でやりたい。確かに、2時間2時間2時間かけてわらじ作りたい。ワールド大スター特番、特番わらじ作り、2時間わらじワールド大スターラジオわらじ作り。いや映像ラジオの特権ですよ。いやまあね、作ってる様子もね確かに映像なかったら絶対できないもんねここしかもカットできますからね。そうだね、美味しいとこだけカットして早送りってやってできるもんね。やりたい、夢広がりますね。いいね、ありがとうございます。すごいな、ワールド大スターがまさかわらじなんかそんなわらじが近い存在になると思わなかったからさ本編出てくるかなぐらいの、出てくるといいね。なんか今書き足してくれてないから今制作の方がなんかわらじが出てこないかなラジオで言ってるらしくてぐらい掘ってますもんね、わらじについて。そうそうそうありがとうございます。続きまして、ラジオネーム市松さんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。ワールド大スターとジーズチャンネルの新連載が1月から始まっていますね。メールを送っている今の時点ではまだ見られていないのですが、連載ということで毎回楽しみに読みたいと思います。話は変わりますが、私は雑誌で連載をするのが子供の頃からの夢でした。さらに演劇も大好きなので、いつかどこかの雑誌などで演劇系の連載を持てればいいなと夢見ています。お二人はもし雑誌で連載が持てるとしたら、どんなテーマで連載してみたいですか、よければ聞かせてください、といただきました。ありがとうございます。連載か、やったことあります、雑誌の連載。本当ですか。私一回あるんですよ、もうあの終わっちゃった雑誌なんですけど、あのその時は文豪の名所巡りみたいな、だから文豪にまつわるあの石碑っていうんですかね、石のなんかそういうの見に行ったりとか、なんかここにこの人住んでたみたいなのを巡って写真撮ってもらって、ちょうどロケもあってってことか。はい、結構でも過酷なロケで、毎回やっぱ外じゃないですか、だから夏はすごく暑くて、冬はもう凍えながらカメラマンさんとカシャカシャってやってましたね。本当もうデビューしたての頃にやってた記憶がありますね。それを後日なんか感想みたいな感じでこう文章書いてみたいな。そうです、あのイラスト絵日記みたいなのを下につけて、なんか今回はこういうのが印象に残りましたとかを毎回書いて、それを1ページ連載をしていただいてましたね。懐かしいよ。うわ、連載したくない。え逆になんでですか。本当に私って、はい、何にも伝えたいこととかないの。表現者いや、そう、こういうのもちろんそのアニメ出て作品を届けるっていうのはもちろんやりたいよ、でもそれってあの作品の連載はじゃあ原作があったら原作の方がやるし、はいはいはい、ね、宣伝さんがとかってあるし、
ていう、ちょっと連載ってなるってこの自分発信の何かっていうイメージがあるからさ、うん、確かに確かに、見たいですよ絶対。って思うと本当にないんだけど、ねえ、あの文だけも連載ですか、コラムって言うんでしたっけ、うん、ああいうのはちょっと興味ありますね。あ、そうなんだ、はい、何書きたいの。なんか本当に日々感じたこととかをつらつら文章で書くのはやってみたいなっていうのは思います。いやいいよね、なんか本当それってさ、うん、普段すごく心が揺れ動いてるってことじゃん。書きたいなって思えるぐらいなんか日々こうあるわけじゃん、うん、確かにあるようにしたいなって思うかもしれないですよね、連載を持つと。でもなんか私昔星野源さんの本を、うん、読んだことがあって、うんうん、その連載の本、何だったっけな、タイトルがパッと出てこないんですけど、うんうん、なんかそれがすごく響いて、うん、響いたのに出てこないってどういうことやって。いや、まあ、でもあるよね、あるあるある、そういうのあるんですよ。それがすごく良くて、なんかこういうなんか文章を書いてでそれを連載して一個の本になるみたいなのも素敵だなって思いましたね、その時に。そうだよね、うん、いやそうだよな、役者ってたるものやっぱ心って動かさなきゃいけないなって、うん、そうですね、思ってはいるんですよ、うん、思ってはいるんですよ。あ、でもそれが大人になるってことですよね。なんか私良くも悪くも多分こうなのよ、うん、あずっと。それは最初からですか、その子供の頃から、うん、あ、でも子供の頃すごい怒ってた。感情表現すごかった。もうなんかもうずっとお兄ちゃんがやっぱ喧嘩するとさ、はいはいはい、みたいな、かわいい、なんでみたいな、めっちゃやってたし、感じたんだ、そうそうそう、時短だ、めっちゃ踏んでたもん、かわいい、みたいな、豊かじゃないですか。豊かだった、ときめいて、よくないよね、ときめいていきましょう。いやでも今日ときめけるらしいからさ、あ、確かに、このコーナーで実はね、ときめいていけるかもしれないですから ね、 そうそうそうね。あ、マリモ、マリモ何の話、あ、マリモそう、マリモね、これの前に話、そう、回す前に話してた、でもすぐ忘れてた、そうそうそう、そうだ、マリモの連載いいですね、うちマリモ7匹飼ってるんで、そうらしい、そうなんですよ、あの、まあ初代、あ、最初に飼ったのが3匹、うん、あのセットで必ず2匹以上ついてくるんですよ、1個飼ったら。で、最初が一番大きい子がマルモで、ちっちゃい2人というか2匹が、うん、カオルとトモキっていう、あの昔やってたドラマの丸物を着てから撮ってるんですけど、うん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 、それが3匹いて、あとは次に来たあの森蔵とキッコロっていう2人が、ね、うわ懐かしいで、このうちのキッコロがめちゃめちゃ気泡出すんです。へえ、あの空気の玉を体から出すんですよ、うん、光合成した時と温度変化があった時、うん、だからお水を変えてちょっと冷たい水になった時とかにいっぱい出してくれるんですけど、うん、もうキッコロめっちゃもう群を抜いて、もうでもパッと見ですぐ分かるんだ、はい、こいつキッコロだって、キッコロやこれがキッコロや、こいつが今日も元気ねとか言いながらわさ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 やってるんですけど、で最後に来たのがあのモチとプヨっていう、モチプヨから撮ったんですけど可愛がってますね。それの連載組めるかな、すごい、 いつまでできるかな、いろんな世界線のマリモたちがいるんだね、その、そうなんです、そこに、そうなんですよ。でもなんか本当1年で大きくなっても本当数ミリらしいんです。だから本当に変化がないから、書くにしても何書けばいいのかっていう、本日の気泡気泡の写真撮って、ね、連載はできるかもしれないですけど、うちの可愛いペットですね。いいね、でも癒されるね、はい、そういうのそうなんです、いてくれるとね、はい、うん、そんなところで、はい、ということで、うん、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしてます。ワールドダイスターラジオバラジン、ここからはこちらのコーナーをお届けします。輝け劇団入団オーディション、きたきた、わっしょいわっしょいわっしょいワールド大スターになりたいという夢を叶えるべくシリウスの入団オーディションに挑もうとしている主人公のココナ、うん、このコーナーではそんなココナのように劇団入団オーディションをリスナーの皆さんに受けてもらいます。お、今回団員募集していたのは劇団キュンキュンザオーディションでした、うん、いや楽しみでしたね、これはね、楽しみでしたね、キュンキュン、待ちに待った、待ちに待ちましたよ、うん、私もキュンキュンザ、で我らはだからキュンキュンザってことだよね。そうですね、だって撮るかどうかって私たち、そうだそうだ、
キュンキュンチャンジキャンジキュンキュンチャンジ所属してるってことですもんね。そう、うちらは今もうキュンキュンズの団員ですから、はい、しかもいいところの、そうです、選ぶ人間なので、でも本当にキュンキュンズ、確かにキュンキュンを募集してるんで、うん、いっぱいキュンキュン集まると思うんですよ、うん、でもちょっと私はこのキュンキュンザ、少数精鋭でいきたい、うん、少数精鋭でいきた い、はい、そうだね、うん、だからジャッジは厳しめでいきます。そう、やっぱりもう高みを目指していきたいから、うん、レベルの高いキュンキュンザにしたいんです。選ばれしキュンキュンの伝道師たちを、そうですね、まあ、選んでいきましょう、はい、結構来てますよ。嬉しい。じゃあまず5つ目いきますね。お願いします。ベムムーさんからいただきました。ありがとうございます。僕のキュンキュン体験ですが、うん、中学3年生の頃、当時好きだった女の子が僕の家から徒歩30秒くらいの場所に住んでいました。ご近所だね。それくらい近所に住んでいたので、うん、朝登校するときはたまに家を出るタイミングが重なって、うん、朝から心臓が鳴り止まなかったり、学校から帰ってきた時も彼女の家が見えるので、あの子いるかなとか、今家から出てきたらどうしようとかばかり考えていました、うん、そのことは高校で離れ離れになってしまったのですが、うん、大人になった今でも実家に帰った時には今どうしてるかなと少し気になっている自分がいるのは秘密です、うん、合格です。あ、ちょろ早くない？え、なんかニヤニヤしちゃいません？これ聞いてて。いや、すごくいい、すごくいいキュンキュン、はい、エピソードだとめっちゃ思うんだけど、はいはいはい、やっぱ少数性をやっぱ目指していきたい我らとしてはですね、してはですよ、これちょっと、はい、ベムム側の視点しかないのよ、はい、その交わってなくない？あ、世界線が、そう、これなんか、なんかなかったってことか。そっか、じゃあもう本当に出てくるか出てこないか、出てきたらあ、可愛いぐらいの、そう、なんか たまたまなんかのこう、うん、朝一緒になってこういう会話をしてドキドキしましたみたいなのがあったら、ふーってこうちょっとやっぱ想像したいじゃん、いっぱい具体的に。おわ、成人式で会いました、うん、あ、そうそうそう、そういうやつね。そっか、そう、だからやっぱその実家帰った時にどうしてるかなっていうか、会っちゃってみたいな、から今何してんのみたいな、え、今度飲みでも行くみたいな、そっか、なんか広がってたらすごく、確かに、もうそのキュンキュンを個数キュンキュンが思い浮かんだら、うちはじゃあもう、そう、もうまた応募してくださいってことにしましょう。やっぱちょっと交わりたい、交わりたかった、世界線がさ、え、じゃあもう続編を待ち、あ、そうそうそう、このベムムーの連載です、これベムムーの連載がスタート、インターホンを押して、そう、だって徒歩30秒だもんね、近いですね。そう、え、近所でそんなのあったかな、全然私なかったです、近所で。めっちゃキュンキュンしますね、うん、やだね、これいいよね、うーん、甘酸っぱいキュンキュンですね。もう一歩、そうですね、ということで、ということで、ベムムーさん不合格です。またのまたのご来店を、いや、そう、私たちもみんな合格させてあげたい気持ちなんだけど、やっぱちょっとそうですね、ね、そんなことも言ってられなくて、いや、もうボン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 紹介していきましょう。続いてガックンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど先日キュンキュンした体験に出くわしたので、入団希望メールをお送りします。先日電車に乗っていた時のこと、うん、僕が座っている座席の横に外国人、うん、おそらくアメリカの方かな、うんうんうん、の子供連れのご家族が乗ってきました、うん、最初は外国人のご家族だなくらいにしか思っていなかったのですが、うんうんうん、そのご家族のお子さん5歳くらいの金髪美少年が僕の隣に座り、僕の膝に手を置いてずっと手をポンポンとやっていたのです。最初は何が起こっているのか理解できませんでしたが、天使のような男の子の行動にキュンキュンしっぱなしでした。ちなみにそのご家族が電車を降りるまでずっとポンポンされ続けていました。辛いよ、かわいすぎる、キュンキュンがキュンキュンが止まらない。思わせぶりですね確かに、怖くまだ、その男の子膝にこう、こうやってこうやって、え、もうその男の子はどうせ私のことなんて何とも思ってないんでしょうけど、でもその時間だけは その子の可愛いおててがもうしかもさ、私さ、姪っ子が5歳なのね。あれで、こう年末、あ、年末年始あったからさ、やばいやばい、私もう5歳の手がもうリアルに想像できてんのよもう超可愛いから、やばい、本当にやばい、私もずっと食ってたし、ちょっとやばいですよ、もうさらなるキュンキュンが今思い浮かばなかったら合格ですから。そう、
いやそうだよ。え、さらなるキュンキュンあります。でももうないよ。だってもうだって金髪美少年だし。え、しかも触られてますもんね。そうです、触られて、もうタッチだから、タッチされてる。しかもずっとですもんね、降りるまで。ずっと降りるまで。まあ、そりゃ合格ですよ。もうこれはいいです。いいですよね。いいですかね。はい、もう合格で、はい、ではラジオネームがっくんさん、合格です。パン。子供弱いですね。子供弱い。もう可愛いもんだって。子供弱いな。いやもう想像しただけで羨ましい な, やばいな。あ、今度また別角度。え、あります。あります。古谷さんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私が最近キュンキュンしたのは、うん、私の父親です。昨年の12月上旬のことです、うん、父に電話で今年の年末は12月28日から1月4日に帰省するよと伝えたところ、うんうんうん、父はそれじゃあ28日は鍋焼きうどんを作ってあげるよ、29日はピザの出前、30日はすき焼きを作って、31日はお寿司の出前と献立を話し始めました、それから実際に帰省するまでの間に週に 2,3 回ペースで父から電話が来て、28日は鍋焼きうどん、29日はピザ、30日はと毎回同じ献立の話をされました。心の中でその献立のやり取りもう10回以上してるよと思いましたが、楽しみにしてくれていると思うと口が裂けても言えませんでした。むしろそんなに何回も電話してきて献立を考えるほど私の帰省を楽しみにしている父親が可愛く思えてきてキュンキュンしました。私の父親をぜひ劇団キュンキュンさんに入団させていただけないでしょうか。萌えキャラすぎますよね。パパこれはあ、パパがね、これパパかわいい言ってる？許可取ってる？これあのよくアイドルグループとかにあるお姉ちゃんや親が勝手に出してたパターンのやつですか？いやでもこれはもうキュンキュンですよ。まあ、でもそっから大スターになってるからね、みんな。そうですよ。やっぱそうです、ありですよ。そう、お小遣いくれるっていうからちょっと行きましたみたいな。しかも娘さんがお便り送ってくれて、うん、でなんか娘さんサイドのモノローグが聞けるわけじゃないですか、うん、お父さん。確かに確かに。喜んで入ってくれるんじゃないですか、ね、キュンキュンさん。やっぱしかもやっぱ、うん、お父さん世代の役者もやっぱ欲しいですから、ね、あ、確かに。うちにはね。そう、うち、そっか、もうレベルは高いですから。そう、うち結構なスーパーダーリン。今んところやっぱ20代女性と、あと5歳の金髪美少年しかいないのね。そっか。そうそうそう。でもちょっと若いんで年齢。パパ世代がいてくれてもいい。パパ世代も欲しい。待ってください。でも本当に可愛い。どうしよう。どうする、これめっちゃだって決めてくれてるってことですもんね。これを食べて、これを食べて。そうだよ、それ毎回言うのよ。え、可愛すぎる。可愛いね。私ほんとこういうの大好き。私家族ネタ弱いんですよ。あー、わかるわかる。いやでもこれ本当に私好きです。あ、だってワクワク出ちゃってるんですもんね、お父さん。そうそうそう。でもだから普段からパパは古谷さんのこと大好きだし、うん、なんかそれ愛が溢れ出ちゃってる様がもうキュンキュンなんで。やっぱいいよ、家族愛はいいですよ、はい、これも合格じゃないですか。そうしますか。今3分の2合格です。あんなに少々調整とか。むしろごめんな、レムムごめんな。本当に。ということで、はい、ラジオネーム古谷さん、うん、合格です。合格です。正確には古谷父。合格です。お父さん合格です。お父さんおめでとうございます。キュンキュン座にようこそ。多分知らん、全然知らないと思いますけど。キュンキュン座に入りました。勝手に、はい、勝手に入団させられた。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いや良かったね。いや最高ですよ。なんかずっとなんかほっぺたがゆるゆるになっちゃうんですね。うん、分かる分かる。読みながらもニヤニヤしてきちゃうもん。やっぱこの今回読んだだけでもさ、うん、子供お父さん、うん、やっぱその女の子、そうです、異性、異性とね、男の子、うん、女の子、うん、恋愛的なエピソードってキュンキュンってやっぱいろんな種類があるんですね。ね、いやだからこれまだまだいろいろあると思うんですよ、うんうん、こんだけ幅広かったら。ってことで、今の話じゃなくても過去の話でも全然いいんで、全然思い出、青春時代のキュンキュンとかもください。聞きたい。ください。でもなんていいコーナーなんだね。なので引き続き、はい、お題はそのまま、うん、劇団キュンキュン座入団オーディションとして次回もやりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、私たちをキュンとさせる体験談や目撃談など送ってください、うん、以上、輝け劇団入団オーディションでした。ここでワールド大スターからのお知らせです。テレビアニメワールド大スター先行上映会の開催が決定しました。おー、やったー。日にちは2月26日日曜日、場所は東宝シネマズ上野になります。
時間や出演者などの詳細は公式サイトをご確認ください。はい、さらにワールド大スタープロジェクトの魅力を余すことなくお伝えする特番の配信が決定いたしました。おー、すごい、続々とねえ。こちら1月29日今月でございますね、日曜日 YouTube にて配信予定ですのでお見逃しなく。こちらも詳細は公式サイトをご確認ください、はい。そしてゲームアプリワールド大スターの公式 Twitter がオープンしました、ぜひチェックしてみてくださいね。また電撃ジーズマガジン編集部が送る新たなウェブサービスジーズチャンネルでワールド大スタープロジェクトの新連載がいよいよ今月から掲載開始となります、本作のキャラクターの魅力をお届けするコーナーをはじめ、ナルケ書き下ろしイラストに加えショートストーリーなど盛りだくさんの内容を企画しています。はい、そして改めましてテレビアニメワールド大スターは2023年春より放送予定です。そしてゲームアプリワールド大スターは2023年夏に配信予定です。詳細は公式サイトをご確認ください。以上、ワールド大スターからのお知らせでした。お送りしてきましたワールド大スターラジオわらじ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8000に文化放送ワールド大スターラジオわらじまで。メールの場合すべて小文字で waradi@joqr.net まで送ってください。はい、また番組公式ツイッターが稼働中です。収録後の写真もアップされますので、ぜひフォローしてチェックよろしくお願いします。はい、ということでね、はい、さらにこの番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送の翌週木曜日に配信されます。そちらもぜひチェックしてください。乗ってたら乗ってたらすいません、失礼いたしましたが、ね、今回どうでした、第4回目。いや楽しかったね、そうですね、もうずっとニチャーって、いや本当にニヤニヤが止まらなかった。やっぱいいお題だわ、キュン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 座いいですね。でもこれからキュンキュン座だけじゃないってことですもんね、そう、次回はまたキュンキュン座で募集して、もうゆくゆくはいろんなね、座ができるってことですね。座ができる座組が、そのサビに私たちも劇団を点々とするそうだそうだもうキュンキュン座にもうお父さんたちを残して残したもう育てきってから、そうそう、もうこれから頼みましたって言って、じゃあ新たな新人発掘へ、そう、違うところに行くわけですよ劇団に。リーマンプロデューサーみたいな立て直しとかありますね。今後も楽しみですね。ねえ、はい、じゃあ皆さんもどん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 メールをお待ちしております。お願いします、送ってください。はい、それではお別れのお時間となります。この時間のお相手はワールド大スター大鳥ココナ役の岩見真中と静香役の長谷川郁美でした。バイバーイ。この番組はゲームアプリワールド大スターの提供でお送りしました。わらじのおまけ。ワールド大スター大鳥ココナ役の岩見真中です。静香役の長谷川郁美です。こちらはワールド大スターラジオわらじのおまけコーナーです。はいはい、いやもうね、あのさっき読み切れなかったメールがあるんです、そうそう、それもキュンキュン座のね、キュンキュン座のやっぱもう好きで好きでしょうがないからうちらキュンキュン座でまさかおまけまでキュンキュン座出てきますよ。お願いします。クエンさんからいただきました。あら、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 クエンさん。前回あのスーツのカレー、スーツのカレー、スーツのカレーですか？ありがとうございます。こちらにもクエンさんのキュンキュン気になりますね。気になりますよ。高校1年のバレンタイン。クラスイベントで女子から男子に一人ずつチョコがプレゼントされたのですが、すごいいいクラスだね。僕のところに来てくれた子は、元気で明るい普段の感じと全然違い、ずっと下を向いたまま顔が真っ赤で、チョコを受け取るとすぐさま帰っていきました。
クラス行事であんなに恥ずかしがると不思議に思っていると、チョコの中には後で LINE してという手紙があり、家に帰って LINE をし、流れでそのまま通話になり、彼女の方から告白されました。実はその子、もともと僕に渡す予定だった他の子と代わってもらったそうで、このタイミングで意識させたかったと後から知り、めちゃくちゃキュンキュンしました。どうです、僕劇団キュンキュン座入れますかね。鳥肌立ちましたよ。キュンキュンの鳥肌。キュンキュンの鳥肌が。キュンキュンの鳥肌。何それ、やば、なんだそれ、可愛い、いいな。いや普段はもう明るい、うん、元気で明るいから、うんうん、いやおはようみたいな感じなの多分。行くよおはよう、あーいいな、だって、ね、なんか超眠そうじゃないとか言ってたから、気を引いてね。そうやってんの、え宿題やってきたみたいな。そうそれが友達、もう超もうマブダチだよね、うん、ぐらいの感じで喋ってたけど、うん、こうなった時に下を向いたもう顔が真っ赤、うん、かわいそう。しかも変わってもらったって最高ですね。ねえ、やばやばシンプルにやばやば、何それ、でもいいですね、そういうことが起きるって最高じゃないですか。最高、なんかこの通話になりってとこいいよね。いいですね、電話したんだ。え、いいんだろうな、なんかあの親に聞かれたくない声してるんでしょうね、うん、多分そうだよね。もしもしちょっと高くなるの、ちょっと高くなる、ちょっと可愛くなるもし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 ってなるんだろうな。でもクエンさんどのくらいから察するんでしょうね、うん、もうでもなんか告白される時の空気ってわかる。でもさ、後で LINE しての手紙の時点で多分もう来てる、おってなってると思う。確かに、しかもなんかそのチョコに手紙が来てるってなんかいいですね、うんうん、宝探しみたいな。なんかここ開けたら、何でもじゃないからここ開けたら次はここにみたいな感じ。なるほどね、後で LINE して、 LINE したら電話になったってことですもん、ね、確かに。順々にこう辿って近づいてクリアクリアクリアで告白、告白かいな。でも付き合わなかったのかな。確かにそこめっちゃ、これさ付き合ってたらさ、そして付き合うことになりましたって書かない？クエンさん、キュンキュン止まりだったってことですか？キュンキュンはでこれに送ってきてるからさ、でも、はい、キュンキュンは絶対したわけじゃん、はい、なんか最後のめちゃくちゃキュンキュンしましたって最後のどうです僕劇団キュンキュンさんに帰れますかみたいな文が一気になんかいやでもわかんない、書き忘れただけかな。でも多分言いますよね、付き合うことになりましたみたいな、ね、言うよね。小悪魔だ、キュンキュンしキュンキュンしてもダメなんだ。それもまた違うんじゃないですか。違うんだ、キュンキュンさせたら勝ちじゃないんだ。でももしそのクエンさんがフリーだった場合、うん、とても誠実な人ってことですよね。なんか、うんうん、まあ、キュンキュンしたから付き合おうじゃなくて、あーちょっといろいろ考えてね。でもそうか、でもずっと覚えてるのはいいですね。確かに頑張った、その子が頑張ったバレンタインがクエンさんの心に残り続けてるっていうのはいいですね、うん、そうだね、すっごい素敵な思い出なんだろうね、うん、これなんかじゃ一気に審議審議どうしようかなどうしようかな、どうする。でもね、付き合っててほしいですけどね。いやそうだよね、電話の告白ってめっちゃ緊張しそうですね、相手の顔わかんないから、ね、どうなんだろう、直のさのとさ、うんうん、電話どっちが緊張、いやどっちも緊張するけどさ、告白なんてね確かに緊張しますよね。ねえ、なんかでも私学生時代周りの子たちは結構メールとかが多かったです、メールで告白、はい、あーでもメールってさ、なんか残っちゃうのも怖いよね。それが良かったみたいです、その周りの子はなんか忘れちゃうじゃないですか、いつかその好きって言ってもらった記憶を、うんうん、だからなんか形にして残してた方が嬉しいみたいな子がいて、確かに、だから当時はそれが流行ってましたけど、私の学校では絶対嫌な別れ方したくないよね。確かになんかめっちゃいるやん、険悪でめっちゃ、うん、あんな仲良かったらなんでみたいな別れ方してさ、うん、ネタにされちゃうかもしれないじゃん。やだ、そんなひどいことしたらもう人の好きという気持ち、こういう告白してきちゃうんだけどとか言ってさ言う人いそう。いやもう抑えてるけど、嫌だ、なんか人間のそういうところにばっかり行っちゃうのよくないよね、この癖。キュンキュンからの、いや本当に良くないよねうわどうする。でも私は、うん、その女の子にキュンキュンして、いやそう、うん、だからもうそのお二人の関係がお付き合いしてても、うん、してなくても
ね、クエンさんのキュンキュンとして残ってることも素敵ですし、うんうん、相手の女の子が頑張ったっていう、もう入団させて、うん、2人入団させて、あ2人あでそっからなんかなんか知んないけど舞台ってなんか結構あるらしいからさ、結構近しくなるらしいからさ、ね、なんか演じてもらいましょうよ。そうなんかユージロミオとジュリエット、ね、なんか絶対嫌なポーズですよね。めちゃくちゃやだ、うちらが邪魔すぎる。周りにいてほしくない。確かに、でも大丈夫、あの時期が来たらうちら抜けるんで。そうそう、いやその時期も今から追われてるのも嫌だな。じゃあこう2人、はい、2人同時入団で、クエンさんとこの女の子、うん、はい、同時に入ってもらって、もうその後はもう片方だったらあの無理です。あの片方の場合はどちらももう不合格なんですけど、まあ、じゃあ同時入団ということで、同時入団ということで、はい、まあ、おまけコーナーでの合格と、ちょっと複雑だけど、キュンキュンさ本編ではないですが、はい、じゃあさせようかな。あ、女子会終わりって女子会盛り上がりすぎちゃった。じゃあ一応合格発表だけさせていいですか。そうですね、はい、クエンさん合格です。合格です。パン、まあこれまあ非公式ですけど。いいですか。まあでもいいですね、なんかこれ、うん、こういう一個のメールからさ、どんどんこのうちらの妄想をはかどってくれる。本当妄想が、そこが楽しいとこある。もうおまけが本編ぐらい喋っちゃう。そうそうそう、いいな、私この劇団抜けたくない。抜けたくない、一生やってたいくないよ。まあそんなところでお時間となってきましたので、はい、引き続きラジオ本編もお楽しみください。せーの、バイバーイ。